やることいっぱい、ポジションスイッチの極意参戦。一つ目、ポジションスイッチとは、スチは前衛、リッターは後衛という風に武器には分かりやすいポジションがあります。しかし一部の武器はタイミングによってこのポジションを切り替えて戦います。これをスイッチと呼びます。二つ目、おすすめ武器、環境にいる主なポジションスイッチ可能武器はこちら。メインだけでも強く前衛を張れて、なおかつサブスペで中衛要素を出したりする武器が多いですね。シャプマンは分かりやすく、前衛はメインとサブのコンボ、中衛はメインの塗りで、後衛はカニタンクと一つの武器で完結していますね。三つ目、スイッチの仕方、一言で言うとその時自チームに必要なポジションと言えば簡単ですが、もう少し詳しく、分かりやすいのはシマネやバリアブル、スペシャルが溜まるまでは塗りを中心的に行い、スペシャルを使って敵を動かしたり、塗りができたらいかにで前に詰める。その他に分かりやすいのはラスパが発動するまでは前衛で、ラスパが発動したら圧倒的なインク効率で塗り中衛として動くとか。ちなみに僕はそんなの関係なくブラッター使ってます。スキブソー X 対ロロイトがお送りしました。